オセアノ・ダクルスはカーボベルデ・サンビセンテ島出身の元ポルトガル代表の元サッカー選手。ポジションは MF。現在はサッカー指導者。カーボベルデのサンビセンテ島に生まれると子供の頃に家族と共にポルトガルへ移住しアルマダ AC のユースで育った。1980年に同クラブでプロデビューを果たすと CD ナショナルを経て 1984から85シーズンにスーペルリーガの名門スポルティング CP へ入団した。スポルティングでは移籍1年目から退団する7シーズンの間にレギュラーとしてプレー。1991年同僚のカルロス・シャビエルと共にスペインのレアール・ソシエダへと移籍。また、そこではかつてスポルティングで指導を受けたジョン・トシャック監督と再会した。 1994年にシャビエルと共に、スポルティングに復帰すると、オセアノの方は1997から98、シーズンほぼ36歳の時に対談するまでの間をレギュラーとして過ごす中、1995年に達サでポルトガルのタイトルを一度獲得した。その後、フランスのトゥールーズ FC に移籍し1999年に引退した。引退後は、 複数のテレビ局でスポーツ解説者として活動。2011年3月初期にジョゼコーセ成ロ新監督の下コーチングスタッフとしてキャリアの大半を過ごしたスポルティング CP に戻った。その1年後にスポルティング時代の同僚ジョゼ・ドミンゲスの誘いで UD レイリアのコーチに就任した。2012から13シーズンに再びスポルティングへ戻り、 二部を戦う B チームの監督に就任。2012年10月4日、トップチームの監督を務めるリカルドさん、ピントが解任されたため、正式に次の監督が見つかるまで、暫定監督としてチームを率いることになった。監督として4試合を指揮するも、国内リーグの FC ポルト戦国内カップのモレイレンス FC 戦 UEFA ヨーロッパリーグ。 グループリーグの KRC ヘンクセンとアウェー3連戦を3連敗し、最後の試合となった2012年10月29日のアカデミカコインブラとのリーグ戦で0から0とようやく引き分けた。1985年1月30日、2から3で敗北したリューマニアとの親善試合で、デビューすると13年後の0から3で敗北したイングランド戦までの間に、 ポルトガル代表として54試合8ゴールを記録。90年代からレギュラーとして起用され、UEFA ユーロ96の準々決勝、進出に貢献した。2008年7月にカルロス・ケイロスがポルトガル代表監督へ就任したことに伴い、技術スタッフとして招かれ、ジョゼ・アルベルト・コスタと共にスカウティング部門で働いた。2009年8月にルイカ・サドールの後を引き継ぎ、 U-21 代表監督に就任。監督として、初めての試合となった11日の北、アイルランド戦は2-1で勝利した。その後、UEFA U-21 欧州選手権2011に出場できなかったため解任された。オシアーエ AO、アゲントゥーでデミンゲスハットオフィシャルエスピントラリーバド、オブヒズ・デューティス、オシアーノアポインテッドケアテイカーコーチ。 ハットワーグナーズエクストラタイムウナービーツスポーティングハットスポーティングルーズアゲインアフターエイレートヘンクウイナーポーショゴール25オクトーバー2012クアドロテクニーコデファニードありがとうございます